カバディカバディは南アジアで主に行われるチームスポーツである。インドの国技であり、インドから発祥した。源流はマハーバーラタに遡ると言われ、古代に起源すると考えられている。最も大きな特徴として、競技中に攻撃者はカバディ、カバディ、カバディと発生し続けなければならないというルールがある。2006年アジア競技大会メディアを再生するカバディ。 日本にて1チーム10から12名で、各チーム7名が、コートに入り2チームで争う。男子は13メートル10メートル、女子は11メートル8メートルのコートを、長辺の側の中間地点で2分し、両サイドに、チームごと分かれて入る。試合時間は、男子は、前後半それぞれ20分ハーフで休憩を挟み5分、女子は15分ハーフで休憩は5分である。 守備と攻撃を順番に繰り返し、点数の多い方が勝利となる。また、公式試合では、基本的に、体重制限がある。ただ、体重制限を設けない試合もある。攻撃側攻撃側のチームは、自分たちのチームからレーダーと呼ばれる攻撃者を1名選び、レーダーが守備側のコートに入る。守備側の7名は、アンティと呼ばれる。レーダーが、カバディ、カバディ、 と発生し続けながら、守備側のチームのアティにタッチして、素早く自分のコートに戻って来られればタッチした人数分の点数が入る。なお、レーダーは、一息分でキャントしている間しか攻撃できない。守備側守備側は、点数が入るのを阻止するために、レーダーの指示、胴体を捕まえたりして、レーダーが自陣に戻るのを防げれば1点が、守備側に入る。 守備側のタッチされた選手及びキャッチングされた攻撃側の選手はアウトとなり、味方が得点するまでコート外で待機しなくてはならない。同アリーレード得点しない攻撃が3回続くと、3回目に攻撃に行った選手は強制的にアウトになり、相手の得点になるルール。3回目に攻撃に行く選手は得点しなければアウトとなるため、 やるかやられるかの勝負をしなければならない。終盤に点差が開き、勝っているチームが時間稼ぎで攻撃しないのを防ぐのと、こ着した試合で、ロースコアの物足りない展開になるのを防ぐため、プロカバディで用いられてきた。近年は国際大会でも使われるようになっており、それに合わせ2017年の第11回東日本カバディ選手権大会以降は、国内大会でも使われている。 ありがとうございます。